さて、次の手は鬼神セスラカを落とせ。あれの修復はもう終わっているだろう。自己修復は7000年ほど前に完了している。核となる剣の断片がいくつか地上に落ちたがな。それが一部フォッシュルどもの手に渡ったと言っていたな。おかげでセスラカの覚醒は十分ではない。十三鬼神のプロトタイプ、原本はまだこちらにあるにせよ、これ以上失うわけにはいかんぞ。不安ならば動かせる随伴機をありったけ投入してやる。奴らに習って戦闘は数と行こうではないか。ふん、今回は様子見とのことだったが、興が乗ったか。いいだろう。レリックの霊獣を撃ったフォッシルの民の結束とやら、この場で解くと見定めてやろう。鬼神セスラカよ、その力を示すがいい。一体何が来るっていうのよ。鬼神セスラカ、グローノス・アルベスに連なる鬼神、その始祖でありその原型だ。月に住まう者たちは原型を強大に作った。出力、骨格、装甲、それぞれを過剰なほど強大に。そこから運用と複製に適した形にいろいろと削ぎ落としていったのが、君たちの戦ったグロムノスだ。あれよりもっと強いのが出てくるっていうのか。加えて大量の随伴機を投入することが決まった。君たちが破壊してきた機体より何倍か大きなものだ。ならば一旦ここから撤退するぞ。やめておけ。あれは君たちが使う気空艇など足元にも及ばん速度で飛行する。撃墜されるのがオチだ。もはや選択の余地はない。君たちの死地はこことなった。ここで戦うしかないということか。あんなのが何体来たって帰り討ちにしてあげる。もうじきだ。全員備えろ。木から落ちてくる気配がだんだん強くなっています。まずはお寺に拝見というところか。さあ到着したぞ。構えろ。
は誰？幕を引きましょう。この勝利、アルスターの民のために。なんとか第一波はしのいだ。ああ、だがすぐに次が来るぞ。警戒しろ。敵の戦力はどうだ？いざ目にすると面白いものだ。結束が個体の性能を左右しているようにさえ見える。やはりか。ここの戦力と近傍の個体数の相関でも測ってみるか。ああ、随伴機の落下軌道を修正しろ。可能な限り奴らを分断してみよう。全員、散れ。大丈夫か、ルリア。私の後ろにいろ。怪我はないな、団長。みんなチリチリです。見事に分断されたな。ゼタとバザラが、イルザと新設部隊、それから俺たちだ。まずい、新設部隊の奴ら囲まれてパニックになってるぞ。敵襲、敵襲。1時、4時、6時、8時、10時、それぞれ無数に。撃て撃て撃て、とにかく撃ちまくれ。ダメだ、弾が出ない、弾が出ない。おい、姉ちゃん、あいつらとははぐれちまうし、兵隊は大混乱だし、どうすんだよ。まったく、ボサッとするな、ドンガメド。死にたくないなら自乱装填、砲撃用意。貴様ら、どうせクソのような教官のハンコをもらって得意になって一人前面で出てきたんだろう。えっ、それがこのざまはなんだ。え、道端で踏まれて潰れたクソ未満だ。肥料にすらならん。用途があるだけ魔性活の方がマシだ。だから私が再教育してやる。クソ生意気にも経験だけが足らんと抜かしていた貴様らクソどもの望み通り。覚悟はいいか。簡単に棺桶に入れると思うなよ。地獄の実地訓練開始だ。撃て。問題は解決したらしい。ああ、やっぱりイルザ教官は怖いな。こっちを見ている場合か。口ではなく手を動かせ、呵責玉。その開きっぱなしの口にクソ突っ込むぞ。了解、行くぞ団長。
まずはバザラガたちかイルザたち、どちらかと合流する。はぐれるなよ、ルリア。光の数だけだ。撃て！腕の一本や二本くれてやる覚悟で挑め。大丈夫だ、生きて帰れば魔術で治る。覚悟があれば怪我をしたって痛くない。くれなら来いや。撃て撃て撃て。大した盛り上がりようだな。そうね、こっちもまた騒がしくなりそうだけど。こんな数で来るとはな。奴らにとって俺たちはよほどの脅威ということらしい。確かに、こんなに必死になられたこと今までなかったわ。ねえ、あんたまだ動けんの？忘れたか、この体は特別製だ。ズタボロのくせに。お互い様だ。それじゃまた暴れますか。ああ、早く団長たちと合流するぞ、ゼータ。何？後ろは任せた。オッケー、行くぞ。ねえねえねえ、この巣に来なさいよ。この巣に来なさいよ。刈り取る、クルードランページ。この巣に来なさいよ。全力で叩き潰す。この巣に来なさいよ。アルベスの槍よ、力を示せ。スロミネスライド、巣に来なさいよ。全力で叩き潰させて。ねえか、ねえ、巣に来なさいよ。片付いたか。手だらは半分とか。ま、早く終わったからいっか。バザラが、やっぱり動きが悪い。病み上がりだからな。でも操られてた時より全然マシだわ。それは光栄だ。やっとゼータたちとも合流できた。よく道を開いたな、感触玉。この功績は上に報告しておいてある。
落ちてきた奴はあらかた倒したな。つまり敵の残存戦力は。シン・セスラか。こいつだけだ。私も力を使います。もう皆さんが傷つくところは見たくありませんから。心配するな、ルリア。もうあんな失態は犯さん。敵がどんな奴らかも分かったし、何度も戦ってきたからもう大丈夫よ、ルリアちゃん。武器の契約者5人、新設部隊、そして団長と団員たちもいる。必ず勝つぞ、ゼタ。当然、行くよ。行くよ、バザ。